捜査対象の党の士気は限りなく黒ですが、代行者シエルはまだ確保行動に入っていません。っていうか、捜査対象と共同で町のパトロールなんかしてます。一方、活動を再開した新祖ですけど、こっちもなぜか党の士気と行動を共にしています。町で活動していた死者は代行者シエルと新祖がほぼ片付けていて、ドアへの血液供給は滞っていると見るべきでしょう。以上が宗谷の状況なんですけど、いかがいたしましょう、マーリオ司祭代行。いかがも何もね、頭いて。なんだってこう想定外の邪魔者が多いんだ。神祖の姫君に飛び入りの27層、埋葬機関のトップランカーにお荷物の豚シスター。む、薬尾にも程があんだろ。ここまで来るとロアに同情しちまいそうだ。とはいえこっちも後がない。なりふり構ってはいられねえか。シエルは俺の方で手を打つ。てめえは党の指揮の護衛に入れ。いいな、護衛だぞ。殺すなよ。あのガキがロアに突っかかりそうになったら力ずくで保護するだけでいい。人命保護ですか、異教徒の、しかもロアの転生先の人間を。ああ、いろいろ込み入ってはいるが、ありゃ底抜けの善人だ。いいやつって意味じゃなくな。どんだけぶっ壊れていても最後には人様の役に立つ。なんで恩を売っておく。そうだな、3年も経てばいい使い道ができるだろうよ。はあ、何言ってんだこの砂利ガキ。問題はそんなのに引っかかっちまった姫様だ。妙に張り切ってるようだからな。考えなしにロアを始末されちゃ元の木阿弥だ。その前に止める必要がある。あ、やば。はいはい、代行者ノエル、ご命令通り四季君の護衛に向かいます。アホ、脳なしを真相に当てるわけねえだろ。ま、てめえはそれでいい。臆病なところと面の厚さは見どころあるからな。その逃げ足の速さ大事にしろよ。ご忠告ありがとうございます。こいつ明日死なないかな。でも真相はどうするんですか。ほっとけないんですよね。ああ、フリーの魔術師でも雇おうと思ったが気が変わった。俺が出る。え、嘘、司祭代行なのに現場出ちゃうの。そりゃ少しはな、運動しねえと太るだろう。肉体的にも精神的にも。とはいえ準備運動はしっかりしねえとな。構えろ豚、その脂肪ちっとは落としてやる。止まれよ吸血鬼。悪いが待ち合わせはキャンセルだ。今まで十分に遊んだだろう。自由時間は今夜限りで、城にお帰り願おうか。あれ、あなたもしかしてラウレンティスの子。ああ、実の息子だよ。何人目かのな。あんたとは初対面だが自己紹介の必要はねえ。じいさんからよーく聞いている。印象まるで違うけどな。ふーん、養子じゃないんだ、枢機卿なのに。ま、どうでもいいけど。それよりこの糸どういうつもり。町中に張り巡らされていたのは知ってたけど、これ私に対して使ったもの、それとも偶然。偶然なら許してあげるから今すぐ消えなさい。そうじゃないなら絡まった絹糸ごとあなたの両腕引きちぎることになるけど。そこは指ごとぐらいにしておけっつの。あんまり物騒だと遠野に惹かれるぞ。人間と付き合うならソフトかつデリケートな行動を心がけとけよ。恋の駆け引きの話じゃなく
単純に命の話な。少しはおしとやかに死ねえと、死者と一緒に恋人までけしかねねえぞ。そんな気遣い必要ないし、ずっとおしとやかだし。そもそも恋人でもないし、四季のことはあくまで保険よ。逃がさないよう手元に置いているだけだから。へえ、なんだ、ゆだってるようでそこはしっかりしてるんだな。見直したぜ。なら遠野がロアに乗っ取られそうになった時、いち早く始末するんだよな。鳥を締め殺すように、こう首を掴んでブチッとよ。いいえ、四季の体はロアの転生先というより避難所よ。ロアの魂が浮上しても完全に切り替わるわけじゃない。だからロアの魂を抑えられる場所に連れて行けば、四季のままで生きていける。本人は嫌がるだろうけど、私の城なら助けてあげられる。ああそう、だからつかず離れずで恋人ごっこしてたわけか。応援してやりたい気持ちはある。じいさん曰くてめえには借りがあるからな。だがこっちにも事情がある。馬に蹴られて死んでやるわけにはいかねえ。遠野は諦めろ。城に帰るのはてめえ一人で歩くエド。人間は人間の世界で生きるのは一番イージーだって言われなくてもわかるだろう。バーニはマジックサークだよな。ファイト。ケイタは調子悪かっただけよ。てめえに実戦はまだ早い。ユービー、訓練から出直してきな。なんとか撃退っと。メンタルガッタガタで助かったぜ。不安材料はこれでクリアした。あとはロアの目覚めを待てばいい。はい、吸血鬼退治終了。ついでに工房も大爆発。いやー、いいことした。あとは空気が美味しいな。風通しも良くなって結構結構。結構じゃねえ、てめえ何してやがる。ロアを殺したばかりか、工房までお釈迦にしやがって。どこの魔術師だ。所属を言い、所属を。教会挙げて抗議しに行ってやる。所属ってどこの派閥かってこと？ごめん、魔術教会には入ってないんだ。こんにちは、はじめまして。フリーの何でも屋、青崎青子です。昔この町で知り合った友達の様子が突然なんとなく気になって、こっそり様子を見に来たら使徒が根付いてたんで、おせっかいと思いつつも退治してしまいました。以上、これまでのあらすじ。何か問題ある？マーリオ司祭代行、吸血鬼を退治するのがあなたたちのお仕事だもの。感謝こそされ煙たがられるなんてことはないでしょ。例えば使徒が残した文献を残らず秘匿しようなんて考えでもない限りは。青崎青子、てめえさてはよその組織に雇われたな。どこのどいつだ。うちの獲物をかっさらおうなんて命知らずな不届き者は。え、やだな、本当に偶然だって。サービスで正義の味方をしただけだし。でもちょっとだけ虫の知らせはあったかな。ゼルレッチのじいさんから電話があってさ。なんでもこのままあなたがロアと取引をすると何もかも悪い方に転がっていくんだとか。でも何が悪いのかは教えてくれなかったから。ほら、面倒だから当事者を始末したか。頭トロールなんじゃねえかてめえ。ま、疑わしきは罰せよ。そのあたりは同意してやる。
実際の話、ロアと取引をしていたら俺はこの町を差し出していただろうしな。で、次は被害を未然に防いだ正義の味方はどうするんだ？ああ、このまま帰りたいところだけど、そうはいかないか。サービス過剰もどうかと思うけど、乗りかかった船だしね。ここはもう一人に急を据えて、禍根は断っておきましょう。あなた、根っからの善人だけど、いいことのためなら何だってしちゃう人でしょう。その通りだ、魔法使い。おまけに諦めが悪くてね。ここで一発痛い目に遭わせてくれよ。そうでもなけりゃ諦めがつかないってもんだ。バーニュはマジックサーキット、ファイト。そっちだよ。ケオられた。てめえに実戦はまだ早い。ユービン、訓練から出直してきな。おら、思い知ったか魔法使い。はあ、すっとした。そりゃ全部ラウレンティスの自業自得だがな。凡人の意地なめてんじゃねえぞ。おら、そんな事情があったのね。ごめんなさい、マリオ君。私、てっきりあなたも使徒側の汚職司祭だと。ざけんな、破壊魔。12のガキが汚職に手を染めるかよ。こっちは人命がかかってんだ。いつだってまっすぐだ。回りくどい手段をする時間はねえ。まあ、その苦労もこれでご破産だがな。ひってえ悪病神に出会っちまったもんだ。それなんだけど、現状維持でいいなら手がなくもないわ。要は、しなければいいんでしょ？なら、うちの姉貴に相談してみて。そういう小ずるい逃げ道を考案することに関しちゃ、右に出る奴はいない変人よ。ロアの消滅が確認されて、代行者シエロは宗谷に残った。あの後宗谷で大きな異変があったようだが、誰も観測はできていない。目を覆うような決戦があったんだろうよ。関わりたくもね。とはいえ、勝負は私たちの勝ちってことですよね。真相を迎撃、ロアは消滅、魔法使いも退散して、シエルのやつは新しい弟子とかゲットしたし、長いレースの始まりって気もするがな。ついでにてめえもやり直しだ。トリマ1年俺の下で再訓練させてやる。少年ともども鍛え直してもらえ。それが済んだら適当な教会に赴任させてやる。嘘、やったー。なら司祭代行の直属がいいです。いい暮らしさせてください。はあ、俺の成果は使えねえ駒一つときた。ま、命があるだけ上出来か。さて、青崎東子、希代の人形師、こいつが役に立つのなら話はまだ終わらない。ロアが残した道筋は生きている。この糸が続いているのなら心底面倒で頭が痛いがな。もう一度この町にやってくることになるだろうさ。いい腕だ、悪くない。また仕事を回してやるよ。